運慶。運慶、運慶。青年不詳女王2年12月11日、1224年1月3日は、平安時代末期、鎌倉時代初期に活動した仏師。運慶は、奈良市、幸福寺を拠点に活動していた奈良仏師、後慶の子であるが、詳しい生い立ちは分かっていない。炎上時代日にお来蔵造造命中に、大仏師幸慶術弟子。 運慶とあり、この、実って死は、実死であるで死の意と、解釈されている。長男探偵が、上安三年、1173年生まれであることが、京都市、廟法院蓮華院本堂、三十三県堂、本尊の大座名から知られ、その父である運慶は12世紀半ば頃の生まれと、推測される。運慶の現存最古作は、安縁2年、 1176年に完成したなら、炎上寺の大日如来、像である。樹影2年、1183年には、以前から計画していた、北ッ行の書社を完成した。この、北ッ行は、現在、運慶眼鏡と呼ばれている、京都、新生国楽寺像及び個人像、国宝。京の奥きには48名ものケチ園者の名が、記され、その中には会計を、 はじめ、実喜び、宗慶、源、慶、聖喜びなど後に仏師として活躍することの知られるものが含んでおり、一門を挙げての社教だったことがわかる。自称四年、1180年に、平家の陛下により、奈良の東大寺、幸福寺が消防する。幸福寺の最高像像は、遠インパと呼ばれる、京都仏師と、幸慶、運慶らの属する。 喜び派の奈良武師とが分担した。当時の中央造物界での勢力に従い、遠イ陰パの方が、近道、行道のような主要道等の造造を担当することとなり、奈良武師では、運慶の父である光景が、南遠道の造物を担当し、本家筋にあたる、清長は、直道の造物を担当することとなった。清長は、なぜか食堂本尊の造造に専念せず、 文治元年、1185年に、源頼朝の勝ちちち院本尊、阿弥陀如来像を作るため鎌倉に下校した、東鏡。一方、運慶は、文治2年、1186年正月の時点で、幸福寺西近藤本尊、釈迦如来像の像像に携わっていたが、類重余要償、その直後、聖長の動向に連続するかのように、 鎌倉幕府関係の仕事を開始する。その年5月3日には、北条と政発願の静岡県伊豆の国市、岩上寺院の阿弥陀如来像、不動明王及び二同寺像、美写門天像を作り始めている、阿弥陀如来像を除く、各像内に、納入の逸話統計名札。またその3年後、文治5年、1189年には、和田義盛発願の神奈川県横須賀市。 上落寺の阿弥陀三尊像、不動明王像、美写門天像を作っている、不動、明王、美写門天像内納入の月輪系名札。自称四年、1180年の陛下で、主要画乱を消失した東大寺復興像物には、後継を中心とする奈良仏師が携わっている。研究五年、1194年から翌年にかけて、 東大寺南中門に天蔵が造留されたが、このうち西方天担当の勝負師として、運慶の名が記録に見える。天久七年、百九十六年には、後継の主導で、海慶、定格らと共に、東大寺大仏の両脇地蔵女意林、観音、国蔵菩薩と、大仏殿四隅に安置する、約十四メートルに及ぶ四天王像の造留という、大仕事に携わる。 運慶は、父光慶と共に国像菩薩像の大仏師を務め、四天皇像の内像頂点の大仏師を担当している、小本東大寺洋録、東大寺俗洋録。以上の所像は、その後建物と共に消失して現存しない、海景作混合ージ像、海中山寺像をはじめ大仏殿像の形式を模したと言われる四天皇像が多く作られ、 大仏殿様四天王像と称される。現存するこの時期の作品としては、県人三年、1203年造流の東大寺南大門混合力士、二王像がある。作り高約8.5メートルに及ぶ巨像肉は、1988年から1993年にかけて解体修理が実施された。その結果、阿行像の持ち物の混合書内面の牧書や、 運慶像の像内納入教官の奥書きから、運慶、海慶、定格、探慶、運慶のこの四名が大仏師となり、勝仏した数を引いて、わずか二ヶ月で造流したものであることが改めて裏付けられた。四人の大仏師の役割分担については、諸説あるが、運慶が、両像の制作の葬式に当たったものと考えられている。この功績により、兼任三年、 1203年の東大寺創供養の蔡運慶は総合の局くらいである法院に任ぜられた。これは奈良仏師系統の仏師として初めてのことであった。上元2年1208年から権略2年1212 12年にかけては一門の仏師を率いて幸福寺北遠藤の本尊未六二課の所蔵を作っている井の熊関白記。 魅力仏像像内のお入品。これらのうち、魅力仏像、無弱菩薩、世神菩薩像が北遠道に現存し、運慶晩年の完成様式を伝える。ことに、無弱、世信像は、肖像彫刻として、日本彫刻史上屈指の名作に数えられいる。堂々四天皇像は今平安時代初期蔵流の木、心間出像に変わっているが、 幸福寺南遠藤に伝来した四天皇像が、本来の北遠藤像であった可能性が説かれている。裁判年の運慶の仕事は、源の佐根友、法上政子、法上義時など、鎌倉幕府要人の関係に限られている。その中で、憲法四年、1216年には、佐根友の養育係であった第二局が発願した神奈川、 小明寺公明院に現存する大徳明王像を作った。さらに、源の実朝の自物像、北条義時の大倉薬師堂、北条政子の勝長寿院後大尊像などの所像を手掛けている。銅像の納入文書の記載によれば、本像は大日如来像、愛禅明王像と共に増留されたものだが、これらに像は現存しない。 平安後期に、とでもて生やされた上長用の仏像は、浅く平行して流れる、えもん、円満で穏やかな表情、浅い肉付けに特色があり、平安貴族の好みを反映したものであった。対して、運慶の作風は、男性的な力強い表情が特徴的である。また、様々な変化をつけた、えもん、良寒に富む力強い体育なども、特色として挙げられる。 運慶の、こうした作風については、当時の武士の気風を反映したものと解説されるが、こうした一面的な理解には疑問を呈する意見もある。運慶の作と称されている仏像は、日本各地に極めて多い、特に二王像に多いが、名器、像内の輸入品、信頼できる、資料等から、運慶の新作と確認されている作品は少ない。以下は、国宝。 重要文化財指定名称に、運慶の関与が明記され、運慶ないし運慶工房の新作として学会に、ほぼ異論のないものである。作風、納入品、伝来などから運慶ないし、運慶工房作であることが強く推定される作品として、次のものがある。運慶の作とするには確実性を欠くものや、運慶派の流れを組む鎌倉木の物資の作品として、 文化財指定されているものに次のものがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。